まりました、スマブラ博士。明けましておめでとうございます。はい、ということで、新年一発目スマブラハウスやっていきたいと思います。皆さん新年明けまして2度目ですがおめでとうございます。はい、今回はですねレギュラーそして準レギュラーの皆さんとともに、今年1年皆さんの1年がねいい年になりますようにということで、集まっていただいております。自己紹介お願いいたします。はい、エイトリンクス所属のヒカルです。今年もよろしくお願いします。はい、ヒカルくんよろしくお願いいたします。去年お世話になりました、どうもありがとうございます。はい、そしてはい、レイロードゲーミング所属してます、カメメです。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そしてはい、ピオネネです。よろしくお願いします。なんで俺を見た。今年もねいい年になりそうですね。そして、画面には映ってないんですけれども、天の声として、今回もいらっしゃっております。どうぞ。はい、天の声担当しているレインです。今年もよろしくお願いします。はい、レインさんよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ新年明けましておめでとうございますの一発目の動画でございます。はい、去年はですねコロナから明けまして、だいぶオフライン大会とかもね、上がり火とかもありましたし、スマブラで言えばですね、e スポーツ系もですね、右肩上がりに業績を伸ばしているという情報もあります。なんですけれども、今年ね皆さんの抱負を聞いていきたいなと、そんな業界ですが、はい、抱負を抱負まず、今年のあ、じゃあ去年の、2021年の、そっか22年どうだったのかと。そうですね、2022年の抱負、抱負をちょっと振り返りからお聞かせいただきたいなと。じゃあまずヒカル君、はい、2021年、いかがでしたか。何もしてないよ、してたんだよね。前スマートフィーで一生懸命。ああ、そうそう、勝ってたわ、やった。あ、そう、俺ロイに変わったんだ。そう、今年だよ、ね、あれ、今年。そうそうそう、ちゃんとやりだしたのは今年だ、そういえば。あら、そう、キャラ変わって大変でしたね、本当に。本当にそうですよね、キャラ変わって。ドンキーコングも強化されてね。ドンキーコング強化最高。すごくてないわ。なんか言わされてましたね、今。奥から圧来たわ、ね、怖いですね。実際なんかそんなにいっぱい大会出たわけでもないし、まあでもキャラ変わっていろんなことをちょいちょいやったりしてるんで、まあでも面白かった。なんか分かってきましたね、この自粛の過ごし方というか。ああ、なるほど。家の過ごし方みたいなのが分かってきたから、違う人生の面白さみたいなのを見つけれたらいい年だったんじゃないかなと思う。はい、ありがとうございます。真面目だ。いや、真面目ですよ、いいですよ、真面目で。真面目ですね。真面目でいいじゃないですか。どうですか、スマブラ以外のなんかこととかもあれば。今ね、振り返りスマブラだったんですけど。大ゲームやった。ああ。格ゲーだ。めっちゃやった。スト5もやったし。はい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 、はい。スト5、一昨年ぐらいかな。うん、そう、ソファイブもやったし、もうなんかいろんな格ゲー手つけて、そう、電撃文庫、面白いみたいな。面白い。こっそり関西のゲーセンとか行ってるしな。あ、そうなんだ。そうそう、対戦会とか、バイスマ会場の横の駅に、そう、なんか聖地みたいなのがあって、はい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 、はい、そう、関西勢全員集まってまじ笑いながらボコボコにされた全員。絶対許さん。いつも小池さん、あ、すみません、いつも小池さんがやられてること。あ、そう、ほんとそんな感じ。やってる側ですよね。あ、そうだ、やってる側だったけど今回やられる側に。あ、そのジャンプなって言われながら10割飛んだりとかする。腹立つまじで。でもあれだよね、幸せなことやね。そう、いい、やっぱいい、なんか愛の無知って感じ。そう、はいはいはい。まあ、違う会はやっぱね、面白い、それはそれで、そういう遊び方も結構今年はできたんじゃないかなと思うんで、いい年、良かったね、本当に。たくさん遊んだ。じゃあそうしました。2022年の抱負ですね。はい、今年の抱負を。よっしゃ。あ、全然あのスマブラじゃなくてもいいですよ。人間的にとか、例えば。そうね、そっか。いやでもなんかゴールデンウィークの大会勝ちたいんですよ。はい、もうちょっとロイまだ数足んないからいっぱい大会出て、ゴールデンウィークジャパンメジャーみたいな。あ、そうそうそう、もしあれば、うん、ゴールデンウィークぐらいの大きい大会は勝ちたいなーってのと、キャラが変わんないといいな。なるほどね。そっかそっかそっか。おロイで終わるといいな。だいぶロイいいキャラ戦だよね。そうっすね、勝ってるし、キャラも強いし、キャラ強いし、見た目もいいし、
ドイツ界みたいな顔して生きていきたいです今年は。ドンキーとはもういや使います。ドンキーに負けるやつが、それはね明言しといていただきたいです。なぜかドンキーに負けるやつがいるから。すいません、俺も当たったら怖いんですよね。俺が一番嫌だ、ドンキー当たりたくないよ。あーそうなんだ、俺が一番ドンキーと対戦できてないもんだって。嫌だ、そう、ね、マジで嫌だってのも置いといて、まあロイ、ドンキーあと1使うかどうか置いといて、とりあえずメインロイで頑張りたいな。はい、頑張りたいです。頑張ってください、応援してます、はい、もちろんゴールデンウィークは取りに行きます。はい、はい、ありがとうございます、はい、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、神目さん、はい、まあ、まず2021年の、振り返りと、2022年の抱負お願いします。まあ、振り返ると、はい、まあ、結果は散々だったんですよ、出た大会全部正直な話ですけど6月ぐらいのやつが多分俺96だったんですよ結果。あ、そうだ、そうだった、そうだ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 、そう、光くんもそうだったわ。これ96だったんですけど、うん、今までマジで初めて取った数字だったんですよ、はい、96、はいはいはい、で、その次のかがり火も96、うんうん、本当に苦しかったんですよ、うん、ただ今空が出て、空使ってからもう割と勝てるようにはなってきてるんで、はい、まあ、まだ出て2ヶ月とかなのかな、空が、うん、なんでそんぐらいだと思うんで、今後もちゃんと空を使って安定またするようになったらいいなって思ってます、うん、はい、やっとワリオと同じぐらいしっくりくるキャラが来てくれたんで、はい、うん、いいねそれ、本当にいい、ずっと悩んでたもんね、もう本当にチーク1本にしようとか意味わかんないことまで考えてたんで、ロックマンもやめて、でも、まあ、いろんな話人と話してもうロックマンは捨てずにチーク空もちゃんと使って3キャラで、一番強いロックマンが、それはないとして、うわ、まあ、捨てる意味はない、レンドの話で、ね、レンドもあるし、やっぱ玉キャラって大会で強えや、強い、強いから、メタブレボってだってガードしてたんで、もう、うん、メタブレボってガードしてるのに行きたくないもん、まあ、そりゃそうね、うん、それでソラを頑張りたいですね、はい、はい、2022年の抱負も踏まえて、踏まえて、はい、ありがとうございます、はい、個人的にはどうでしたか、なんかこう、スマブラ以外のこと、一回ゲームから離れてもいいですし、エーペックスあるんですけど、かがり火96取ったじゃないですか、でその後のなんかでもちょっとあんまり結果が振るわなくて、はい、マジで1回エーペックスやめたんですよ、うん、本当に3週間ぐらいずっとスマブラに、はい、スマブラをやってて、うん、で結果が出てきたのもあるんで、うん、まあ、エーペックスはほどほどにってのは、エーペックスのせいだったってこと、いや、だから練習時間を純粋に取ってなかったからって、そうですね、うん、でエーペックスをやりながら練習することもできたんですけど、単純にオンラインでしかできなかったっていうのがあったんで、今まで、それで本当にモチベがなかったんですよ、はいはい、どうしてもオンラインはやっぱきついなっていう部分があったんで、はい、ちょっとスマブラする時間は作ります、で別ゲームバランスをね、うん、取りながらって、ね、違和感あるマジで、なんかカメさんがスマブラ頑張るって言ってんのね、病気になったんじゃないか、そうなの、スマブラ、やばい、スマブラ、今まではなんかその、うん、オフラインの大会が結構頻繁にありつつ、うん、オフの対戦も結構頻繁にできてたから、うん、そんな一生やってなくてもまだ勝てるなっていう部分があったんですけど、うん、はい、結構差ついちゃったなっていう、むずいよね、ちゃんとオンラインやってた人も強くなってきてるし、うん、オフラインやってる人ももちろん強くなってるし、オフ勢がオンラインやっててもオフ勢強いまんまだしみたいな感じで、うんうんうん、強い人も出てきたし、もともと強かった人はさらに強くなってるみたいな感じだと思うんで、それに負けないようにはしていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます、はい、今年もよろしくお願いいたします、はい、お願いします、今年もよろしくお願いします、じゃあねねちゃん、今年は、今年そうですね、かがり火、うん、に2回出ました、うんうん、あと 1,2 回勝てば予選突破ってぐらいのところで落ちちゃって、うんうん、なんで来年は絶対突破したい、突破したいですね、もう年明けもすぐあるので、はいはいはい、頑張ります、頑張ってください。梅村とかもね、どうなんですか、ああ復活するかって感じ、どうなんですかね、まあ大きい大会いっぱいできればいいですけどね、ねえ、梅木さんね、なんかツイッターで来年は、あら、あーなんかちょっとね、あら、おっしゃってました、もしかしたらあるかもねっていう、嬉しい、2021年のじゃあ振り返り、こんなことしてましたもん、まあ含まってましたけど、コロナだから全然、まあ、家にいることの方が多かったから、うん、オンラインばっかやって、まあ、スマメイトとかも、はい、めちゃめちゃやってたりしたんですけど、うんうん、まあ、コロナ明けてきてからは割と
なんかスマブラ始めた初期ぐらいに遊んでた人たちとオフするようになって、そうなんですよ、強くなったねみたいな、そうかそうかそうか、あの頃のねねさんしかねそっか、そう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 、知らないもんね、死ぬほど強くなったもんね今年、まあ、そうだね、めっちゃ強い、普通に、ね、予選突破って言われても全然、あ、まあ、目指すところそこまで来たなみたいなレベルに伸びてはいる、もうちょっとなんかちゃんと本当息引き締めてやんないと負けるから、じゃあなんかたまにポロッと負けてもおかしくない、はい、すごい、ちょっと私もエペックスやめなきゃいけないかもしれないみんなずっとやってんじゃんだってでもねねさんの場合はね、エペックスもたくさん遊んで楽しんでるし、でその分スマブラ、スマメイトも配信もね、YouTube チャンネルしてるからね、まっちゃん俺よりやってます、エペックス、ね、マジでやってるよ、朝活エペックス、これからやばいよ、深夜エペックス、朝活エペックス、そのダイヤなんで、なんかだからさ誘ってよって言ってんのね、あ、でも私そのなんかあれがあって、そのソロで一人でエペックスで3人ゲームの FPS ゲームを一人でそのダイヤっていうところまで行きたいんですよ、で配信つけてて見に行くと本当に一人で黙々とやってるえ、だから普通にすごい、いやすごいよ ね、 すごいね、どういう弾力してんのと思って普通にキャリーダイヤスからそう俺がだからエイム頑張るたびに、いやでもねねさんの方が頑張ってるけどねって言われるもんめちゃめちゃ腹立つはいしか言えない狂気だわ、あそこまでやれないもん、いやでもそれぐらいね、本業以外でこうハマれるゲームがあって息抜きできてるってね、いいことだ、よかったですね、思いますので今年もよろしくお願いいたします、はい、はい、お願いします。じゃあ続きましてレインさん、はい、まあ今年に関して言うとやっぱもうコロナ禍っていうところで大会もそんなになんかかかり火2回とかそういうレベルしか出てないんで、まあその平日大会とかは結構も出てはいるんで、まあリザルトとかぐらいまでは全然安定はしてるんですけど、はい、まあなんかまだ大型大会リザルト今年の売れなかったんで、いやせめてそこまではまず行きたいなと思ってたんですけど、まあまあちょっと苦労はしつつっていうのが今年の感じですかね。でまああと今ジョーカー使ってるんですけど、まあ正直ジョーカーの性能若干疑いはあるんですよ。で今これからホムヒカガチで触ろうかなと思ってはいるんで、ジョーカーの性能が怪しいっていうのはどういう、いや安定とかそっちの方、フリーではめちゃめちゃ勝てるけど、なんか大会で難しすぎる あのキャラ、なんかジョーカー単打とっていうの、そう、技の線とかが マジで細くてちょっとの感覚のズレで勝てなくなっちゃうキャラなんですよ。まあまあ、そう、そうね、それをなんか1戦2戦で修正するっていうのは結構難しくて、でもやっぱ攻撃範囲が広いキャラであればそこまで集中してなんか修正みたいな感じにならないんで、まあ、キャラ変えつつ、まあ、あとはもう本当にキャラパワーが高いと言われて、でもともと最強キャラ使い手ではあるんで、まあ本当に最強キャラがホムヒカなら使うべきっていうのが、まあ原点に戻ろうと思ったのがまあ今年の最後なんで、まあちょっと全然ね、まだホムヒカ本当に全然使えてはいないんですけど、まあこれから使えるようにしていきたいなっていうのがまあ今年の感じですかね。はい、はい、強い人のこのなんか環境終わった後のキャラ決め見てるのめっちゃ好きなんですよね、うん、そうですよね、あの最終アップでも面白いね、終わったんで各々の正解出てくる感じ、そうですよね、ぼちぼち決まり出してきてっていうところ、もともとはね、ジリー使ってとかいう話もあったんですよ、でジョーカーの相性補完っていう考え方してたんですけど、いやでも本当にじゃあみんながこんな強いって言うし、じゃあ大会結果もやっぱホムヒカ、そうです、やっぱトップ3ホムヒカいますみたいな環境で、じゃあ俺使わないのはないよねっていうのは、やっぱ自分のスマブラ今までやってなきゃ俺の歴史の中ではありえなくて、やるしかないなっていうのが今思った、そうだね、なんか去年じゃない前作もベヨネッタ、最後打つか、ね、最後ね、最後あれ結構経ったよね、多分アップで全部終わってから1年後ぐらいに最後使ったね、そうだ、結局クラウド結構ガーッと使ってなんかディディも持っててってイメージあって、気づいたら最後のオメブラねベヨネッタ、なんか俺ベヨネッタあれみたいな、あれか、あのエボでレオが優勝してからその日から使い出したよね、確かに、そうその日の夜にフィニッシュして俺のブラックピットがボコボコにしてたの、いや NH 用にボコボコされたからそうで多分誰よりも合わないって言われてたから、そう全然合わないな、絶対に無理だろうって言われてたんですけど、でもね一応梅ブラファイナルトップ6ベスト6かな入ったらするんで、でちゃんと仕上げていることは、まあベヨネッタができるんだったら、まあ他のキャラ絶対できるよねっていう、でも本当に強かった、レインさんのおかげで他のベオに割と負けなくなったぐらい、海外でもね、めっちゃあったよね、結構ベオ対策できて本当に負けなくなってて、結構でぐらいには本当に強かったから、かっこ
楽しみではあるね。コミカルの方が合ってそうっす、うん、キャラ多分ね、コンセプトは絶対に合ってて、であとはその俺話結構実は好きだから、うん、あ、言っちゃった。いつもこれは話じゃないです、当たってるんでって言ってたのに。でも本来めっちゃ話すプレイヤーなんですよ、はい、もちろんその理にかなったプレイヤーなんですけど、だからそういったキャラでやっていきたいなっていうのが、まあ、今回この日か、うん、本気でやってみようかな。でも復帰ちょっときついからそこだけ気にはなってるんで、まだターンまでは考えてないですけど、まあ、でもメインになっていくんじゃないかなっていう。どの辺ぐらいまでに仕上げですか？次のかがり火が1月なんで、その次かな多分で、ある、まあ、ちょっとどこでかがり火あるか分かんないけど、多分3月以降ぐらいの大会では多分メインで軸にしていきたいなっていうのは思ってます、なんでそこで結構早いね、うん、3ヶ月ぐらいだった3ヶ月、うん、でも結構どのキャラもそのジョーカーウルフからジョーカーに変えた時も1ヶ月でも大会出せるレベルになったんですよ、ジョーカー言うと。で1ヶ月もあればまあいけるようになると思ってて、うん、でただまあ本当に信頼するなら多分3ヶ月かなっていう意味で3ヶ月っていうのが。なるほど、楽しみ。いや楽しみですね、頑張って、はい、頑張って。そして今年もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあね、小池さんも今年の振り返りいっときますか。はい、はい、個人的には、うん、まあ本業の方があるんですけど、そっちは、まあ、引き続き全部優勝して9から11に勝ちすぎや、はい、すごい伸びました。普通にすごい勝ちすぎ。9から11でやっぱその9から 10にこう2桁になるときにやっぱちょっとプレッシャーなのかなと思ってて、選手たちね、うんうん、で俺はすごくプレッシャーだったんですけど、意外と9から10はもうすんなりというか、選手たちもまあそうだよね、こんだけ練習してたからねみたいな感じ。大会見てたんですけど、はい、圧巻って感じでしたもんね、マジで。そうですね、結果はって感じだったけど、それでもなんかプレー内容マジでなあ、こぼさんなって試合が多すぎて、あれぐかったな、面白かったな。9から10リーグ戦なんですけど、一敗もすることなくそのままグランドファイナル出て、まあ、もちろん優勝。で割とその緊張感、まあもちろん緊張はしてるんですけど、あって、でも10から11の時にすっごい緊張してたみたいで、選手たちはその時ちょうどチームが変わったんですよ、はい、ゼータディビジョンさんっていうところに、僕らのチームが移籍するっていうのが あったんで、それも含めどうやら緊張してたみたいで、まあ、僕もそうですね、気持ちは入ってたっていうの、ただまあ結果は良くて、でまあゼータさんにお世話になることになったっていうのが、まあ、今年の振り返りですかね、個人の。スマブラに関してだと、まあ、これ今あの撮影してるのが12月の、まあ、23とかちょっとあの早いんですよ、皆さんあの動画を編集してアップするよあれで。で、ガノン、まあ、使ってて、950万まで行きました。あと2勝ですか、ね、50万今、ま、いや違う今はね、でそっかあるんですよ、ね、ごめんね、ごめんね、いいよ、直接あの期待させてごめん。955万まで行きました。え、でもだってあと 2,3 勝で行けちゃうレベルだよね、多分1勝だ、 あと2勝2勝、うん、だけどそっからまあ紆余曲折あってちょっといろいろ考えすぎちゃって、僕の中でで700万ぐらいまで落ちて、で今800万ぐらいまで、うんうん、行ってるんですね。で、まあ、年末に、まあ行けないかもしれないけど、まあどんなもんなんだよと、小池今どんなもんなんだっていうのをちょっと生配信でやりたいなっていうのがあって、まあ、一生懸命毎日7時間スマブラしてるんですよ、うん、すごいよ、本業そう、本業終わった後にヒカル君に電話して、うん、俺の配信でずっとやってた。でもそれぐらいあのなんで一生懸命やんないと多分本当にセンスがないよね、うんうん、だってガノンだけを400時間やっててここなの。ね、あでもそんな悲惨でしょ。いや、まあ、難しいっす。だからもう一生懸命やるしかないなと思って、だから2021年はスマブラに関してはもう一生懸命、うん、本当にね、あのエボもあるし、梅ブラもあのね、ちょっと出たいなとか勝手に思ってるんで、それでね一生懸命やってない人出ても誰も応援してくれないなと思う。やっぱ VIP 行って出る大会ちょっと違うと思うんですよ、ね、あ余計緊張しそうだなんか。なんか逆に変でプレッシャーもあるかもしれないし、オフの大きい大会って、はい、そのもちろんガチ勢の方もいればエンジョイの方もいるんですけど、うん、はい、でもそれでやっぱ VIP が結構行ってる方多いんで、まあもちろんそうですよ、そこがやっぱスター本当に1戦2戦勝つって意味だと VIP はスタートラインだと思うんですよ。そうですね、でもやっぱ1回勝ってたら楽しいですからね、まあ、エボで経験してるんで、うん、
そうですね、まあルーザーズでしたけれどもあれは2、3回ね、上がれば気分ええわ絶対、うん、まあもう本当一生懸命でも鬼の形相ですよ本当に、うん、もう全てを遮断して集中しないともう勝てないんで本当に、うん、ほら例えばなんか動画を見ながらスマブラするとか音楽聴きながらとか一切ない、全部のディスコを抜けて誰の声も聞こえない状態でイヤホンして鬼の形相でやってるんで、それぐらいしないと、うん、でもすごいっすよ。でも800万までもうそれなんで、やっぱうわ大変だなと、みんなってすげえんだなっていうのを改めてありました。とか、うん、視聴者の人とかも当たり前のように VIP 行っててとか見に来てくれる人、生放送を、いやこの本当にセンスあんだなっていうてかセンスねえんだなっていうのは改めて分かったんで、全員俺の競争でやってるだけやから、ね、すごい。でもそれがすごいっすよマジで。この間もさ16時間スマブラしてどうしても勝てなくて、ヒカルくんに朝の9時半に電話して、ヒカルくん電話していいっつって、あのステップの出し方さって喧嘩そうな、いやセンターで技食ってくださいみたいな、ステップってどうやって使えばいいんやろえーと思って、もっと効率的なステップの使い方ってないかなみたいな、怖っと思いながら、まあ、そもう使わないですけどね、一言やりすぎです、考えすぎです15時間やってますって言われた後にステップの話振られたら怖いねだって怖くなる。なんでシークの話始めたの。なんとか攻撃を悟り開いてるぐらいの当てないとっていうとこ、なんかまあちょっと考えすぎてるってところなんですけど、うん、でもそれが楽しいんで、まあ、2021年はまあそういう、まあ、行けたらいいし、行けなかったら来年。あ、そう、もちろん、うん、もちろん、もちろん。いやなんかすごい思うことあって、うん、いやエボ行ってほしいなと思ってて、はいはい、お客さんに、うん、いやまあもちろんそのね最終的な判断は会社の判断なんで、うんうん、違いには言えないですけど、うん、だからリプ行ったらエボ行ったらもっと楽しいんじゃないかなって、うん、すげえ思ってます。そうですね、あのこれ僕レインさんにご飯食べながら言ったんですけど、あのエボ行きたいんですよまた。自分がプレイヤーとして出なくても別にいいですし、ただみんなの姿を絶対見たいんで、生であの感動は本当に行った人にしかわからない、すごく感動したんですよ。うわすごいな、かっこいいなと思って、で、まあ、今年じゃあ別にね、あのスタッフさんから小池さん今年もエボで撮影してきてくださいって、ね、このまま VIP 行ってないのに言われても多分気持ちよく行けないなと思うんですっていう話をレインさんにしたことがあって、だし俺が視聴者なら多分気持ち悪いと思うんですよ。え、なんかやってるかやってないかの人に、まあ、やってるとは言ってるけど VIP 行ってない人が、だから前回行った時と同じなわけじゃん、ステージは、うん、ステージで言ったらさ、ね、戦闘力とかじゃなくて、その人がでエボ行くってなんか気持ち悪いなと思った、うん、そうだからもし VIP 行ったら一生懸命 やるから VIP 行ったら連れてってよってレインさんに言ったんですよ言ってたね、そう言ってたでしょ、ご飯食べてる時俺の中のけじめはそれだったの、うん、2回目のエボ行くんで VIP 行ってません、あの時と同じ何も進展してない、まあ、まあ周りから見たらね、ところで行ってもなんか気持ちよくないなと思ったんで、それは1個お願いしました、3ヶ月ぐらい前、うん、ご飯食べながら、その話してからですよね、ちゃんとその VIP がめっちゃやってるんですよ、だからなんかそれはちょっとなんか、うん、まあその一ガチだと社員としては叶えたいありがとうございます。すごいね、それでちゃんとね、はい、17時間とかね、できない、うん、無理、いや負けて悔しいのよ、であの下手くそなのにだからウィーってやっちゃう、まあ、まあでも充実してました、やりたいこととやらなきゃいけないこととっていうのがこう合致して、うんうん、楽しくやってました。あの2022年の抱負はさっき言った通りです、あのエボ行きたいんで、はい、行きましょう一緒に、はい、スマブラはもう死ぬ気で頑張ります。 COD の方はテンパ止めないで行きたいです願望止めないで行きたいです、お願いです、止めないで誰もお願い、もうここからはもう本当に自分との戦いだから、いや今年こそ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 、はい、今年こそよろしく去年まではなーなーでしたけど今年こそよろしくお願いいたします皆さんあのスタッフの稲垣さんもよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、すいませんいつもケツ吹いてもらって、はい、ということで去年の振り返り、2021年の振り返りと、そして2022年の抱負語っていただきました。何よりですけれども、スマブラハウスもちろんまだまだ続けていきたいなと、いやそうよ、はい、本当に僕は楽しいことをね、お届けしたいなと思っておりますので、今後も皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、新春ということでございまして、みんなでこの後いろんなゲームを、スマブラじゃないんですよ、
いろんなゲームをやっていきたいなと思っております。いややるか。いや、めちゃくちゃ盛り上がってるじゃん。誰が見たいんだよ。エーペックス。いやで COD 上げてめっちゃ伸びたんだよ。なんだ。どういうことだ。いやでも見ますよ。俺も見ましたもん。あれどういうことなのか分かんないけど、でもあのポピュラー絶対皆さん知ったことあり、知ってますし、やったこともあるゲーム。ちょっと2本ぐらい。正月ぐらい。そう、そうだね、正月ぐらいちょっとね、みんなでハッスルしてちょっとやりたいなと思っておりますので、ぜひ、次回の動画も見てくれたら嬉しいなと思います。そして概要欄の方にですね、ヒカルくんの Twitch のチャンネル、そして Twitter、カメメさんの YouTube チャンネルと Twitter、ヒカルくんじゃないねねさんの YouTube チャンネルと Twitter、レイさんの YouTube チャンネルと Twitter の方、概要欄の方にあります。はい、そちらからですね、先ほども言った Apex の配信だったり、ヒカルくんのねチャンネルだったら僕の練習風景とかも見れますから、ぜひ、チャンネル登録とフォローの方していただけたら嬉しいなと思っております。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。